皆さんおはようございます。今日は荒川です。何日か前にね、結構雨がまとまって降ったりしたんでちょっと濁ってんですけど、桜も咲き始めたことだし、まずはここでニジマスが釣れるようにならないと、下でヤマメも釣れるようにならない気がするんで様子を見に来てみたんですけど、何か出るかな。今日はね、仲間も何人か一緒にここ来てて、誰かに一つぐらいは出るだろうなとは思ってんだけど、そんな感じで始めてみましょうか。多分ね、濃いか濁いなんだよ。ハリス切れないかなと思ったけど、そういう時に限って切れねえんだよ。02だからすぐ切れそうなもんだけど、切れないよね。見た今の鯉、丸田んぼみたいな鯉だよ。一番深いとこ潜られちゃったから、どうにもなんだよ。こっち出てこないかな。あんなの入ってちゃダメだよ。70ぐらいあったよね。どうしようかな。ハリスで切っちゃおうかな。でもどうせならみんなに見せてあげたい。下向いて下に行ってくれればいいんだけど、向かないかな。ああ潜るな。やっぱな、やがるよね。深いとこから出たくないよね。浮いてきたかな。
こっから下岩盤だから下りたくないんだけど、アイゼン履いてきてないし、多分切れちゃうだろうけど、そこから抜こう、こっちに。あ、切れた。あー、下の方で切れた、よかった。ハリスで切れたかな。うん、地元で切れたね。なんだかんだで今10分15分ぐらいかな、やり取りしてたけど、沢がやっこいから、いくら0203クラスのラインでもなかなか切れないよね。水温もね、多分10度ぐらいになったと思う。川虫取るのに手を突っ込んでても痛くなくなったから、だからそろそろ魚も連れ出していい時期だと思うんだけど、あー今1個バラしてましたよ。ヤマメでしたね。この時期にしてはいいサイズなので、ちょっと針のサイズ、ワンサイズ上げる。あー悔しい。針がねすっぽ抜けちゃった。かかった瞬間下ってローリングしてたから魚体も見えたんですけど、ヤマメでしたね。パワーマークがあって4月にしてはねいいサイズでしたよ。26ぐらいかな。だけどいるのが分かった。多分ね当たり出るならねこの辺な気がするんだ。触ってるね。多分ニジマスかな。ニジマス入っちゃってるかな。今年1回目の増水だからゴミがすごい流れてくるね。落ち葉だの木の枝だの釣りづらい。こうにさ流れてくる枯れ葉に取られちゃって釣りづらいよね。餌はどれってことなく取れるか虫全部取って使ってるんですけど、風も出てきちゃったしそろそろ帰ろっか。
やっぱり暖かくなってきたらだんだん魚の反応も出るようになってきたよね。